学びやりのために、どうも、パソラマの先生つ丸です。いよいよ共通テストまであと2日になりました。ということで、当日の持ち物、ちょっと注意点を確認していきましょう。実際、去年ね、僕も受けましたので、で、今年も受けます。その意味でもですね、あの、普段のね、こう、公式で書いてるものに加えて、赤で僕の経験談を踏まえております。そして最後に注意点を説明したいと思います。 というわけで、まずこちら。はい、受験票写真。これね、受験票を忘れて、例えば家に取りに帰ると遅刻しそうだったら、僕はそのまま向かっていいと思います。え再発行みたいな手続きは確か可能だったはずです。で、腕時計。これはですね、まあ可能ならでいいんですけど、僕は予備も持っていった方がいいと思います。 腕時計ね、きっとあのー、止まったら怖いですもんねで。マスク。マスクはですね、まあこれ予備もそうなんですが、できれば呼吸しやすいものがいいと思います。だから確か僕ね、なんか昔、もしの時に、なんか布製のやつをやったらめちゃめちゃ呼吸しづらかったんで、まあ普通の市販のやつでいいと思います。で次はい、黒鉛筆、消しゴム、鉛筆削りとあるんですが、これ意外と知らない人も多いんですが、シャーペンね、これは使って OK です。 Okay、あの数学とか基本計算僕シャーペンでやってるんで、そこは OK だと思います。で、今回ちょっと実験的にですね、あの、シャーペンでマークシート書いてみようかなと思います。まあ基本は多分ね、あの、点数来ると思うんですけれども、まあ一応ね、ちょっと検証ということでやってみたいと思います。なかなか受験生はできませんからね。で次、あちらに物差しはね、NG ですえ。目薬、眼鏡、ティッシュペーパー。ティッシュペーパーは確か机の上に置けたはずです。 弁当、飲み物。まあ、これはね、あの本当にコンビニの、あの大学の近くとかだとコンビニ、マジでないので、あの家の近くで買ってください。で防寒着。まあ、これ、脱ぎ着できるものね。あの寒いパターンもあれば、暑いパターンもあるので、どちらでも調整できるように。そしてカイロ。まあ、これはね、あの貼るカイロは多分、もう、永遠にんとんでもないことになりますので、貼らないカイロをぜひですね、例えば、足が寒いなと思ったら、靴と靴下の間に入れるとかね、そういうのをやってみてください。で これ、はい、なかなか書いてないんですが、参考書とノートですね。例えば、えー、このま休憩時間を効率的にってありますけれども、かなり休憩時間長いんですよ。だから例えば、じゃあ僕あの、社会ね、最初ありますけど、まあ、これを持っていこうかなと思います。Z 会の倫理政治経済、もう参考書一つでいいだろうし、まあ、もしね、間違いノートとか作ってる方は、ノートでもいいと思います。で、僕はあの1時間半ちょいぐらい前に、も会場について、ずっと社会を、えー、やると思います。はい で、次、イヤホン。イヤホンはね、僕、去年ね、タクシーの中に忘れたんですけれども、リスニングの前の休憩時間は基本みんな外に出て、リスニングしてました。僕の時は。 うん、なんであの、本当にイヤホンはね、しっかりと耳を鳴らす意味でも僕は必要なのかなとは思います。まあ、ぜひね、もし、あのー、休憩時間聞くものなければパスラボでね、直前演習のリスニング動画上げてますので、ぜひ最終確認使ってください。そしてその他、まあ、これをね、何度も、えー、学校で言われてると思うんですが、まず、はい、数学は数1ではなくて数1へ。そして数2ではなく数 2b でございます。であの数1 a はいけるんだけど、数2の時にね、あのー、忘れたとありますので、ぜひ忘れないようにしてください。で社会意外 これれもあれなんですけど世界史とか地理の方 A ではなくて基本 B だと思いますのでそちらを間違えないようにそして、はい、数 2B 去年でこれあったんですけれども第3問は数列じゃなかったんです確率統計だったんですつまり基本選ぶのは1245ですよ3を解いてマイナス40点の人いましたからね で、最後、1日目が終わったらすぐに帰宅してかだこれはもう陰キャになった方がいいと思います。あの、友達とダラダラ話してる時間がもったいないので、最後はね、多分3時間ぐらいあると思いますので、2日目の最終チェックをやるようにしましょう。もちろんね、自己採点をしないとか、たくさんいろんなことがありますが、ぜひこれをしっかりと守っていれば、かなり安心かなと思います。もしこれ以外に、この持ち物注意点あるよって方は、ぜひコメントに載せてください。みんなで一緒に共通テストを盛り上げていきましょう。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。